日本参議院議員の小池晃です。これは沖縄だけの問題ではありません。平和的な抗議行動をやっている市民を外国軍隊が拘束をする、こういうことが許されていいはずがないではありませんか。沖縄県民、県警も沖縄の防衛局も日本の組織じゃありませんか。外国の軍隊が日本の法律を犯してやってるようなことに、日本人の権利と命を守るために仕事をするのはあなたたちの任務なのではないでしょうか。植民地の警察、植民地の機関ではありませんか。私は先ほど世耕官房副長官に事態を報告し、直ちに解放するように求めましたが、拘束している事態は把握したが理由は分からない、無責任すぎるのではないでしょうか。外国軍隊にこのような形で拘束をされたのであれば、少なくとも何が理由なのか、そのことを問いただし、そして不当なものであるのかどうか確認する仕事をするのは最低限の責任なのではないでしょうか。私たちはその説明を今この場で求めているんです。きちんと説明していただきたい。なぜ2人が拘束をされたのか、理由は何なのか、何を行ったのか、そのことの説明を求めないのであれば、あなたたちは任務放棄だと言われても仕方がないのではないでしょうか。直ちに報告求めます。そしてこれは明らかな不当拘束、不当逮捕です。直ちに解放することも強く求めます。こんな国でしたらいけないと思います。必ず解放でもそのことを重ねて求めます。どうだ、解散、解散。みんなで更新しよう。みんなで更新しよう。